バレるんですよ。声かけられるってこと？そう、声かけられる。まあめちゃくちゃ嫌ってわけじゃないんだけど、まあ、TPO だけども、まあバレるんで、どうしたらいいかなと。もうありがとうございますしか言ってないな。ありがとうございますでもう終わるけどね。それしかないじゃん。しようかよだって動画見てますって言ってくれるじゃん。だってありがとうじゃん。会話おらんじゃん。さ、写真いいですかとか言われても困っちゃうじゃん。ああ、写真はごめんなさいねっていうのを言うけど。そうなるじゃん。それでなんか。なんか調子乗ってんなこれ以外なんかあんのかえ、じゃあちょっとさ神対応教えてよ。ああ確かに教えてほしい。いいよ、あるよあるよ。俺は真似するからさ。はいはい、あ、分かった、来てください。じゃあ行く見に、あ、声かける側でいいのね。そうね、うん、おめでとうとおめでとうとだよな。おめでとうとだよな。こんなとこで何やってんだおめ。おー見てるぞ動画おいおいおい、なんか面白いこと言ってくれや。はい、実況して実況して。はいはいはい、実況、はい、どうぞどうぞ実況実況。はい、こんちゃーす怖かった。神対応、怖い、神対応だ、神対応、すごい、やったよ。そりゃそうよ、誰が来たってそらしますよ。神対応した、すごい、すごいじゃないの。普通ちゃんとやりますから。普通に、いつもやってるやつでいいのね。いつもやってるやつ、うんうん、あ、レトルトさん、レトルトさんですか。あ、はい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 、動画見てるんですよ。あー、ありがとうございます。はい、今から友達呼んでいいですか。あ、友達、友達もね、見てるって言ってるんですよ。あ、今ちょっともう行かなきゃいけない。呼びますね。ありがとうございます。ありがとうございます。呼びます。あ、もしもし。あ、ありがとうございます。あ、すみません、それで今ね、レトルトいんの。あ、興味ねえわ。興味がねえわ。興味ねえじゃねえか。さっきのやつじゃねえか。よく見たら同じ二人じゃねえか。幼なじみに女の子いたりするじゃん。俺2人いたのよ、同じマンションで、同じ幼稚園、小学校、中学校と、うん、で、親同士も友達だから会ったんだけど、うんうん、で、そのうちの1人が、俺なんか分かんないんだけど、美少女って言われてたのに、ずっと。ほう、ほう、なんかアイドルみたいだね。美少女の幼馴染いんの。そう、俺ね、美少女の幼馴染いんの。すげえ、すげえ、珍しいことだよ、もうそんなのは。まあね、もう上杉達也か俺かだからね。うわー、朝倉みなみで言われてたの。本当に、まあでもちっちゃい時ってお人形さんみたいだねみたいなあるじゃん、そういう言われ方。でももう中学校になってもなんか言われてたのよ、めっちゃ可愛い。本物じゃん。じゃなんか本当に告られまくってるみたいな。本物じゃん。そう、ほんの、モノホンなのよ。うん、でも可愛いとか、もうそんな思ったこと一度もないのよね、俺。可愛くないとかじゃなくてもう何の意識もないのよ。ラノベの主人公みたいな、ね、ラノベ野郎って呼んでいい。ラノベ野郎だ。ラノベ野郎は俺じゃないから。あ、いや、はい、こ、一歩踏み込んだ。踏み込みました。踏み込んでないよ。ラノベ野郎じゃん。マジで思ったことないの。だから、幼なじみは恋愛対象に入らないっていうのが俺の持論というか。そんなわけねえだろ。いや、マジでそんなわけねえよ。マジで好きになる要素というか、そんな風に全く見ないのよこれマジで。いや、ラノベ野郎だな、これ。方がな、俺でラノベ書け俺で書けあの女のどこがいいんだって言ってるやつじゃん。そうなんですよね。でもそいつに彼氏ができたらさ、なんか彼氏の方と、なんであんなやつって。彼氏できてたけど何の感情も湧かなかった。だからもうあの暴力女のどこがいいんだ。暴力振るわねえわ。手に挟んだやつじゃん。もう、でも別れたら慰めるやつじゃん。絶対慰めてんじゃん。あれ、あいつあんな可愛かったっけ。あ、天気が訪れてる。気づいちゃうやつよね。トゥンクじゃないのよ。